ホリエモンチャンネル。あ、野々湯のこと話さないとね、うん、でこの野々湯っていうのはその昼の銭湯酒っていうそのエッセイが僕の最初なんですけど、うん、それを女でできないかっていうのを言われたんです。銭湯酒が最初にあって、うん、あって、はい、で女でやると、うん、女のなんかできないから、だから花のズボラ飯も、うん、みたいな感じで、うん、そうそうそう、そう孤独のグルメの女版ってやってて、うん、でこれも銭湯酒の女子版みたいなの言ってたんだけど、でも僕やっぱり漫画って7割ぐらいが絵だと思うんですよ、うんうん、でこの絵を描いてるこの人が銭湯のことを描いたらどんなの描くだろうと思って、うん、で女湯っていうのは見れないじゃない、あ絶対見れないわけじゃない、確かに、うん、それどんななってんのか見てみたいなと思って、うん、で見たんですか。見てないです。だからその女の人に描いてもらった方がいいでしょ。でねこの人ね釣巻カズさんっていう女の人なんですけど、うん、銭湯に取材に行くうちに、うん、どんどん銭湯好きになってって、うんうんうん、これやっぱりね1巻はなんか探ってる感じで、うん、2巻になるともう楽しくてしょうがないって感じになってて、その2巻の女子話がすごい、銭湯の中の女子のトークが、うん、銭湯ークほら銭湯ークって言うんですか、銭湯ークが女子の銭湯ークはきっとすごいですからね、うん、全裸で話してるわけだからね、うん、銭湯もたまに行きますし、うん、女子トークすんの、するする、やっぱ面白いですよ、やっぱ、うん、銭湯も気持ちいいっていう幸せですからね、うんすごく面白かったのは、うん、その銭湯の漫画を女子でやりたいって言ったら、うんうん、すごく考えてくれて、うん、主人公を浅草の車夫にしてくれたんです、うん、そう、人力車を引いてる、絶対だってその後風呂入りたいじゃん、うん、汗かいて、うん、で絶対気持ちいいじゃない、うん、そうですね、うん、あれ新しかったですよね、うん、設定が、設定がね、うん、本当に風呂なしアパート、うん、風呂なしアパートだけど銭湯のただの券をくれるっていう、すごい、そういうアパートっていう設定で、という設定なの、うん、それで外国人女子だけで外国人の女の人と、うん、結構パンクな感じのロックなお姉ちゃんと3人が一つずつ借りてて、でおばあちゃん大家さんっていう設定なんですね、うんうんうん、そう、なんか大田区の銭湯とか行ってましたね。あ、大田区はねいっぱいあるんですよ。でも僕本当にねこの銭湯が好きっていうかあれなのは、うん、今東京って銭湯が、うん、年に50軒ぐらいなくなってるんですよ、うん、50軒もなくなってる、はい、1週間に1回のペースで廃業してるんですよ、それで日本全国では1日に1軒のペースで銭湯って消えてるんですよ、っていうか逆に言うとそんだけあるってことですよね、確かに、でもないですよ、どんどんなくなってますね。どうですか、感覚でもやっぱ減ってるんですか。減ってますよ、だってうちの俺が行ってた銭湯どんどんやっぱなくなってくし、そうなんですね、うん、吉祥寺に今2軒あるんだけど、もう1軒はもういつ潰れてもおかしくない状態ですよ。だってやっぱ銭湯ってでっかいから建物は、それのでっかいのを建て直すってすごいお金いるでしょ、うん、だけど1人450円なんだもん、そんなのですね、光、ね、熱費もね、あとやっぱ、そうそう、それを継ぐ人がいないでしょ。だからといって、うん、あれですよね、スーパー銭湯みたいな感じになるのもあれですよ ね、うん、ねっていう感じですよね。そうですね、うん、で、まあ残るところっていうのはやっぱり上をマンションにして、うん、下に銭湯入るみたいにしてね、あ、ま、そういうことなんだ。そうなんですよ、銭湯って東京の場合特にこう神社みたいなハフ作りってこうなってんじゃない、うん、立派な感じ、入り口がね、ね、あ、うん、なってんのあれ関東、東京だけなんですよね基本、っていうか関東、あれは関東大震災以後の復興のシンボルみたいなもの、あの入り口のあれはあのガーっていうの。本日の居酒屋ホリエモンチャンネルはここまで。一緒に乾杯した久住正幸さんは主婦に大人気の花のズボラ飯など数々のグルメ漫画を生み出しています。そんな久住さんの次なるヒット作は銭湯漫画、女子3人が銭湯を巡る野の湯やドラマ化が決定した昼の銭湯酒など注目作品多数です。ぜひチェックしてみてください。また今回ご協力いただきました吉祥寺にあります肉山は有名漫画家も足しげく通う人気焼肉店、濃厚なのにさっぱりとした肉の旨味は他では味わえません。さらにコストパフォーマンスもよく大人気です。ぜひ足を運んでみてください。さて次回はどんなお話が繰り広げられるのでしょうか。お楽しみに。
メルマガの登録はこちら、 YouTube チャンネルもよろしくね。